shut up and sit down. 皆さん、こんにちは。ドクター J の釣り研究室です。今回の課題は、北朝鮮すぐ前の大陸続きの宝島です。北朝鮮とのボーダーの近くにある島、ヨンピョン道という場所です。位置はご覧の通り、国際空港のあるインチョン市から遠くありません。地図の1番がそのヨンピョン道、4番がインチョン国際空港、5番がソウルです。インチョン港からあのヨンピョン道までは 122km ですが、北朝鮮までの距離はおよそ 13km 離れている場所です。あのヨンピョン道にはですね、歴史に残るくらいの苦しい事件があった場所でもあります。2010年11月23日、当時、私は、沖縄に釣りに行ってました。リープで楽しんだり、ボートに乗って、ガーラ、GT 狙ったりして、友達に会うために、福岡に行ったその次の日でした。車の中で、知り合いの方から、電話が来て、大変なこと起きているから、という内容でした。それで、車のカーナビについている、テレビを見てみると、緊急ニュースでこの有様でした。1950年の戦争の後、初めての民間エリアへの攻撃、民間の死亡者と被害者が出た恐ろしい事件でした。ヨンピョン道は昔から非常に良い漁場でした。昔はお金持ちの漁師たちがいっぱいいる島でした。私が子供の頃、1970年代までは、木口の本当に良い漁場でした。あ、木口という魚はご存知ですか？白口の仲間ですね。木口は、腹が黄色です。白口と違って高級な魚です。こちらでは木口をチョギと言います。干物がグルビ、その干物が美味しい。その昔は安くて誰でも楽しめる魚でしたけど、最近というか、木口の漁場がですね、ずーっと離れた南の東シナ海で根こそぎ釣れてしまうんです。それで郊外に全然木口の群れが入らないんですね。それでヨンピョン道の沖の木口漁はもうこうなっちゃいました。でも普通の人に木口の干物、クルビーの人気はもうそのまんまなんだから、今クルビーの値段はものすごく高くなって食べられない贈り物になるぐらいの魚になっています。今のヨンピョン道の主な漁というと、渡りガニの漁です。韓国のシーバス、スズキというと、もう日本と一緒ですね。普通のスズキ、大陸スズキ、平スズキ、3種類同じです。半島の南海岸になると、主に普通のスズキです。西側、郊外の方、西側の海岸には普通のスズキと大陸スズキが混ぜています。ちょっと違う環境になる東海岸は、中部から上、北の方にはスズキそのものがいません。それに島が全然ないから、海岸とか河口とかの釣りになります。西側と南側はやっぱり普通の磯釣りとか、ボート釣りとかいろいろ楽しめます。あ、ちょっと離れている南に離れているジェジュ島という有名な観光地。あっちは普通のスズキとヒラスズキがいます。ヒラスズキはちょっと珍しい魚になります。じゃあ、ヨンピョン道の釣りです。メーターオーバーの大陸スズキが釣れる確率が高いです。うわぁ。うわぁ。
で。オッケー。おーし。ナイス。ちょっくりとなった。じゃあ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 。うわうわうわちょっと待って。いやー、ね、진짜크다이거。うわぁ。今、これ、どうもやっと知りや。うわぁ。うわぁ。うわぁ。ふぅぅぅぅぅ。あ、축하드립니다、박사님。うわぁ、しぃ。いげ、뭐야、いげ。うわぁ、いげ。うわぁ、박사님、축하드립니다。うわぁ、いげ、뭐야、いげ。4月の終わりからシーズンインして10月終わりまで続きます。その中でメーターオーバーの釣れる確率が高いというとやっぱり5月と9月です。そしてあのヨンピョン道の特徴がありますけど、一応あの郊外という海がですね、あの世界であの潮の流れが1番か2番か早い、干満の差が世界で1番か2番かになるぐらいに、あの、干満差がすごいところなんです。それで、小潮に合わせないと、あの、釣りが難しいですね。小潮じゃなく、もしかして、大潮にいたというと、あの、釣り時間が非常に短くなりますね。また、あの、そこが泥なんだから、あの、濁りができちゃって、釣りができない可能性も高いです。とまた、普通、鈴木釣り、シーバス釣りというと波と泡ですよね。しかし、大陸鈴木はですね、ベタなぎによく釣れます。タックルです。あの、大陸鈴木のサイズ、普通の1メーターといっても、普通の鈴木より、あの、大陸鈴木は幅が広いというか、背が高いから、ひょっとすると、あの、バラマンディに見えるぐらいなんです。そうなんだから、あの、重さが半端じゃないし、パワーもそれなりにあります。そうなんだから、ちょっと、普通の、あの、鈴木タックルより、ちょっと、一段階強くした方がいいと思います。また、あの、ポイントがですね、あの、潮の流れが、あの、速いポイント、そこスレスレを狙います。ルアーが重くなります。ルアーを、一番目のピックアップというと、やっぱりジグヘッドリグです。1オンスぐらいの、1オンスぐらいのジグヘッドにですね、ほぼ30グラムですよね。フックは50か60。それに5インチのクラブをセットします。そうなると、あの、ほぼ重さ40グラム近くなります。そして同じ重さくらいの、あの、テールスピンジグとか、バイブレーション、ポイントによって10センチから13センチのミノーも使えます。ロッドは、長さ7フィートから8フィートぐらいのシーバースロッドが、シーバースロッドよりちょっと強いスペックを持ってる、あの、ロッドがいいと思います。特に、秋場になると、メータークラスの、同じメータークラスでも、秋葉のあの、大陸鈴木がもっとパワーありますんで、秋葉に釣りに行くときはもっと強くした方が安全だと思います。リールは4000、ラインは P の 1.5 から25、ショックリーダーは普通25ポンドか30ポンド、ナイロンかフロロ、何でもいいです。それならパワースペックを準備した方がいいと思います。普通の日程を教えます。1泊2日ですね。普通1泊2日で楽しめます。
ソウルからインチョンまでは1時間ぐらいで、普通の持ち家ですとか、バスとかタクシーとかでも行けます。朝に、インチョン港からヨンピョンまで行く高速船で2時間半ぐらいです。現場到着して午後半日釣り、そして現場で一泊、次の日の朝早いから午前中また釣り、そして午後、ヨンピョン道出発のインチョンの高速船で帰ります。丸一日、半日ずつ、丸一日楽しめます。現場にはペンションが、結構あります。そして食事は、ご覧の通り、鈴木、釣った鈴木のお刺身と、現地の名物のワタリガニ料理を楽しめます。現地の、コンビニはですね、そのメータークラスの、大陸鈴木が、一匹ずつ入れる、その、長くて細いスチロールボックスも売ってます。現場の、遊漁船のガイドサービスですけど、今、現在ですね、2022年の場合、ガイドサービスがただ一席のみです。なので、予約は、半年前にした方が良いと思います。いかがですか？皆さん。あなたも、そのビッグサイズのシーバス、それも大陸鈴木、釣りたくなりましたね。あ、北朝鮮がすぐ見える場所で、ヒヤヒヤゾクゾクしながらルアー投げるのですよ。ドクター J は、またの課題で帰ります。ありがとうございました。